皆さん、今日は9月の16日、6時半を回りました。現在の腐敗した政治、行政、社会教育の現況に徹底した調査を行い、各所に強制を求めるとともに、国民市民の皆さんにはその事実と真相の違いを広報する活動に邁進いたしております。おなじみの東大阪見張り番。さあ、昨日少しお話をしました。伊賀上野市役所、この伊賀上野市役所から開示請求の回答書が参りました。決裁が下りたので、いつでも開示できますという連絡だったんですね。そして枚数が120〜130枚ということなんで、至急に手配して入手します。しかしね、ここで大変ね、おかしな計画変更がされているのではないかというような情報が届いたんですね。つまり違法に土砂を搬入していて、約1万ルーベぐらいが残されているというんですね。そして今日ね、知人が現場を見に行ったところ、2ヶ月3ヶ月間手つかずにそのまま放置されているために、田んぼ一面のようになって草2、30センチの草が生えているということなんですね。しかしこの期限はどうも11月までと半年間の工期延長を提出されているということなのですが、さあ、ここにも大量の産業廃棄物が投入されていることは、三重県庁の産業廃棄物対策課にも情報を提供しておりますから、第一現場と第二現場、これの調査を三重県庁がどのようにして、鈴木知事がどのような指示を出すのか、本当に興味深いものですね。そしてこれは開示請求した書類が入手してからでありますが、この問題はね、その裏に隠された、なぜそのような公文書が途中で変更されてね、受理されて許可証が出されたのか、ここにはね、農業委員会の視察、現場視察ですね、これが本当にね、農業委員会で行われたのかどうか、大変疑問に思っているわけなんですね。なぜならば、この農業委員会に現地視察したのであればね、以前の田んぼと現状の現場を見たらね、異様なことが分かったはずですが、ひょっとしたらね、農業委員会の現場視察は以前の田んぼの形の図面を見ていなかったのではないか、このような疑問が出てきたわけなんですね。そして担当課長は現場視察をしたと言っておりますが、果たしてそれがね、どのような審理がされて許可が出されたのか、それを私がね、その時の会話議事録ですね、ホームページに載っているその議事録とはね、ちょっと違うんですね。さあ、それなのでね、この私たちのね、調査しているものとちょっと違いすぎるということが、不審なことが次から次へと出てきているんですね。さあ、それではこれからその公文書を入手してから、この問題はやることといたしましょう。それでは今日は少しね、新聞記事についてね、皆さんにね、訴えたいと思うんですね。今日菅内閣が発足しましたね。その時に公明党と交わされた
協定書ですね。これがね、与党協定書というんですかね。これにね、拉致問題が記載されていなかったという報道があるんですね。この拉致問題は、ね、私が平成8年から取り組んできた、あの西村慎吾先生と取り組んだ問題、来た問題なんですね。そして家族のね、皆さんが次から次へとね、亡くなられて、そのニュースが今年になってから、2人の有本のお母さん、横田のお父さん、ね、私が長年一緒にね、救出活動、署名活動、講演活動にね、堂々させていただいて行ってきた、そのね、拉致被害者問題は、この度の菅内閣の公明党との協議、ね、協議書には記載されていない。つまり前安倍総理の、ね、政治を継承する、これだけがね、大きく報道されていますね。そして私たち日本国を取り巻く現在のアジア情勢ですね。このコロナ問題で近隣諸国の政治の在り方、そして世界の政治の在り方が連日新聞報道で報道されていますね。しかし日本のこの報道の在り方、テレビね、長年コロナコロナと言って煽るだけ煽っていて、今日などはほとんど内閣一辺倒の報道ではありませんかね。これがね、私たち日本国の報道の在り方なんですね。本当に昔ね、記者によるとね、新聞記者などはペンは剣と言われたんですね。しかし現在の新聞記者などはそのペンもへしゃげてね、お金を、そのペン先を変えるようにお金をもらって、そしてペンを買っているために、何の効果も効力もなくなっているのが現在の報道の記者の在り方ではないでしょうかね。ですから私が日頃からね、さまざまな報道関係者と話をしていてもね、私の行っている調査の方がね、報道関係者より先に行っている。ですからあとはね、私の資料をもとにね、動いてくれているね、ごく少数の報道関係者しかいないんですね。そして現在東大阪の野田市長の要請においてね、なんと司法から20人の天下りが雇われているわけなんですね。その連中らの給料は1週間に3日出勤して、もらう給料は毎月平均的30万円、25万円から30万円、月にして600万円、年間にしたらなんとボーナスを入れたら1億円ですね。このようなことを一切、現在の東大阪に立派な記者クラブ9階にあるんですが、それさえ報道しない。それもそのはずなんですね。この東大阪の記者クラブの記者の連中らは、野田市長と月に1回食事会を行っているということなんですね。私がそのことをある東大阪の担当の新聞記者に質問したところ、現在コロナの問題で食事会が中断しているんですよ、このように言ったんですね。さあ東大阪市民の皆さん、これが東大阪の不祥事、一切この2、3年間報道されたことがありませんね、ありますね、ありませんね。嬉しい賑やかなことだけを、それを全て出していてね、本当にね、この現在のね、現在の東大阪の報道関係者は完全にね、シロアリのごとく野田市長の悪性不正に加担している、そして悪性を隠蔽している、これが実態なんですね。
さあ東海東漁労から徹底した調査をもとに公文書をもとに市民の皆さんにその事実と真相の違いを公表していることは私のライブをご覧に皆さんはよくご存知のことと思いますね。3年ほど前には市民が払ったはずの30億円の水道料金が消えてなくなっている。この公文書にそのように書いてあるんですね。金額の計算を見たらそれが全て東大阪市民が払った30億円の水道料金が水道局から消えてなくなっている。私が選挙の時にこれを市民に訴えても、ね、市民は、ね、そんなアホなということしかなく、ね、私のような本当の隠された事実を広報しても、今の市民は、まあ東大阪に限ったわけではありませんね。3日前の和泉市の市長選挙、あの市長と、議員の同時選挙ですね。ここにおいても投票率は 48%、 つまり半分以上が選挙に行っていない。これが現在の47都道府県1700市町村の、ね、選挙人の実態なんですね。しかし今は私たち日本国の政治家の姿がよく市民の皆さんにも見えてきている時ではないでしょうかね。これからも私はね、47都道府県1700市町村の市民の皆さんに対して選挙に行こう、月光仮面と選挙に行こうというこの替え歌を流して、そして選挙に行くようにね、啓蒙していこうと思っているんですね。それではこの現在私たち日本国を取り巻く政治行政、そして菅総理が新しく誕生したその議員の一投足に市民の皆さん注目して、これから政治行政に注目していこうではありませんか。それではまた明日お目にかかりましょう。それではこんばんは。これで失礼いたします。